ゲイリー・グリッターはイギリスのグラムロック歌手。本名はポール・フランシス・ガット。16歳から音楽活動を始め、1972年にグラムロックのムーブメントの中制作したロックンロールパート 1& パート2が大ヒットする。他のグラムロックのアーティストよりも一世代年上である。ものの、キラビア・カナイショウ、厚底のロンドンブーツ、 リーゼントヘアというスタイルで絶大な人気を博した。1997年、グリッターがパソコンを修理しようとしていたところ、ハードディスクの中から4000以上もの自動ポルノが収められていたことが発覚し、1999年に金庫6ヶ月を言い渡された。その後はカンボジアに渡り、少女に対して自動売春を繰り返していたとして、国外退去処分を受け、 2006年には、ベトナム南部のバリアブンタウニで、児童性的虐待の罪で、懲役3年の刑を言い渡された。2012年、司会者のジミー・サビルが性的虐待を繰り返して、いたとして告発された際、国家ぐるみの捜査、オペレーションにートリーにより、フリッターがスターとしての地位を利用し、楽屋内で少女とセックスしていたという事実が、発覚して逮捕され、2015年に、 懲役16年を言い渡された、スタジオアルバム、ありがとうございます。